こんにちは。こんにちは。なんかもう髪の毛がボサボサだよ。見て、肌荒れてる、めっちゃ。こんにちは。ちょっと暑い。全然治んないの、これ。しかもめっちゃかゆい。食べるぞ、ゼリー。おう、や、やだやだや。そうだな。まあみんなのっていうか皆様のおかげで、ちょっとここら辺ちょっと汚いけど、あれプレゼントのお整理をしよった途中やったけん許して。いや、なんでゼリーを食べるのかっていう経緯を説明しようと思って、どっから話そうと思って、なんかショールームでイベントをやってて、その時にまあみんなからいただいたので、食べたいと思います、今から。おーおお、そう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 。ほんで今日食べる種類は2種類あるんですけど、まず1つ目、マンゴー。マンゴーとワイの大好きな、え、なんか洋梨、アラフランスを今日は食べたいと思います。これでもね、開けるときめっちゃ硬いんだよ。毎回こう歯でこういいってしないと開かないの。ほんとそれぐらい硬いんだけど、あ、ショールームね、 NG ワード増えたけど気にしないでコメントして大丈夫。あのテレパシーでたまに伝わる時あるから、星なのに。なんかすごい今日白くない？一個下げた。あ、寿司。じゃあまずマンゴーから食べたいと思います。こんな夜ご飯の前にな。開けるわ、頑張って。でもね、これね、あんまりこう力強く開けすぎるとね、汁が飛び散っちゃうんだよ。硬い。うん。
かないんだけど、あ、いた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 、あ、これ結構すんなり開いてくれた、ベタベタ手が、おう、手ベタベタ、開きました、やばい、もう濡れティッシュは、ウェットティッシュがなくなりそう、ちょっとベタベタを取って、ピッ手を合わせてください、いただきます。これね、見えんな、作ってみてあげ、見せてあげよう、見て、果肉入ってんの、すごない？おいしい、マンゴー2個入ってたから2個目なんだけど、これめちゃうまい、濃厚です、冷やしてたよ、配信つける前に冷蔵庫から出してきた、うん、まっ、とろけちゃうわこんな、さくらんぼが美味しいらしい、え、さくらんぼかね、マンゴーにするか迷ったんよ、ちょっと痛い、ラララララララ、バイバーイ、静かに、こっちでしか今まだ噛めないからね、うぅ、おいしい、肌荒れすごい、そして肌荒れがめっちゃ気になる、もう本当はね、マスクつけたくないんだよ、でもこのご時世マスクつけとかんとさ危ないからさ、学校明日行くときもマスクつけるんだけど、なんかなるべくマスクつけたくない、だから今いつもは寝るときに、私いつも口開けて寝ちゃう人だから乾燥しないようにねマスクつけて寝てるんだけど、最近はちょっと肌荒れがねひどいからマスクつけてないんだよ、でも全然治んないの、薬もちゃんと塗ってるのに、なんで、みんな大変だよ、私明日ワクチン2回目打ちます、だから土日ワンチャン副反応が出て熱が高くなったらちょっと配信できないかもしんない、それかもう布団の中から配信するかでもどっちみち一人暮らししてるから
そのずっと布団の中にこもってるわけにはいかないじゃん。飲み物も飲まないといけないし、まあ、ご飯もね食べれるなら食べなきゃいけない日だから、まあ、配信できそうだったらするけど、ちょっとどうだろうって感じ。ポカリは明日かあの打った後買いに買ってから家にこもろうかなと思ってる。熱さまシートはね、もう親知らずのあれであと1枚ぐらいしかないから新しいの。昨日病院の帰りに買った。そうチケットもねあるしね、配信継続される。インスタント変なとこにゼリー入りそうになった。インスタントというか、まあなんかラーメンとかを作るやつもあるし、カップラーメンも一応あるし、あのおかゆを、まあ親知らずの時とかもそうなんだけど買っとこうと思って、まだあと3袋ぐらいあるから、もしお腹空いてなくてちょっとでも薬飲まないといけないからなってなった時はそれ食べようかなって思って温めてね。怖いよ。うん、食は万全よ。でゼリーもまだあるし、プリンもあるし、まあ本当に無理だったら土日家族多分休みだからちょっと助けてもらおうかな来てもらって、ちょっともうマジで熱が高いけんちょっと助けてもらおう。助けに来てくれるやろ適当。うんふん、いた、パキッてた。あのさ、あ、もうスプーンが。こないださ病院行った時さ、こないだっていうかちょっと前か、初めて心臓の病院行った時さ、採血されたって言うたやん。4本ぐらい、これぐらいのやつを4本ぐらい抜かれたって言ったん、血をね。でさ、なんかすごい変なとこ、なんかさ普通ねここら辺に刺すじゃん。でも多分たまたまその時こっちの血管の方が多分浮き出てて、こっちの血管にね刺されたの、このここ微妙なここ。そしたら見て、アホターみたいになってるの、ずっとこれ、ここわかる？みんな痛いの、押したら微妙に痛いの、これここ、これ治る？でも突進さん、クマのぬいぐるみありがくま、突進さん、クマのぬいぐるみありがとう。めっちゃ痛い。え、ここめっちゃ痛いよな。で今までさ採血されたこと何回かあるけど、そんなに大量にはされたことないけどね、ここに刺されたこと一回もなかったの。この微妙なこの端っこ、この曲がるところ一番だからびっくりして、そこ？みたいな。
はじめまして。治る？これ。ほえさん、クマのぬいぐるみ、ありがくま。ほえさん、クマのぬいぐるみ、ありがとう。前髪今日かい、あ、前髪じゃない、眉毛描いてないから、今日ちょっと薄め、顔薄め。もう食べ終わるんだけど、果肉見て、これ。スリサマさん、クマのぬいぐるみ、ありがくま。スリサマさん、クマのぬいぐるみ、ありがとう。治るのは同じと思うけど素人ですから。どういうこと？コーヒーゼリー食べてんの？大人だね。コーヒーゼリー食べれないんだよね。コーヒーは好きだけど。ブラックコーヒーの味するでしょ多分。食べた。一個完食。続いて洋梨です。こんなんすぐ食べちゃうよ。なんか急に親知らず抜いたはいいけどさ、こないだまですっきり見えとったけど、なんか最近すっきり見えんくなったな。太った？太ったか？めちゃめちゃ硬いよこれ。こんばんは。あー危ない。洋梨をね食べていきたいと思います。お腹いっぱいになりそう。洋梨、うん、もう美味しいわ。うん、アゴのライン綺麗。初めて言われた。嬉しい。洗濯物中に入れなきゃ。めっちゃ鼻ムズムズする。洋梨って聞くたびにビクッとしませんか？全然。なんで？見てこの適当な巻き、強すぎてピンってなっとる。洋梨は果肉入ってないんか、これ。あ、これですやん。でかっ。見て、ちょ見にくい。今あんまり傾ける。これ全部、これ果肉。これゼリーじゃなくてこれ果肉。めっちゃでかいよ。ちょっと
ね、これ全部用なし。うまラフランスっていうなし。そう、神さん熊のぬいぐるみありがくま。神さん熊のぬいぐるみありがとう。これスプーンはだって普通にコンビニとかで配られるスプーンやもん。スプーンにそんなこだわる人おる？おいしい。ゼリー。みかんのゼリーが一番好きやな。あのコンビニとかで売られとるやつやったら。うん、おいしい。ちょっと ガチゼリー食べとるだけ。でも昔っていうかいつぐらいやったっけな、前ね公園がある時とかね、なんか一時期すごいゼリーとかヨーグルトをなんか公園の前に食べるのがなんか流行っとってメンバーの中で。でなんかその時に前もよく買っとったんやけど、あのやっぱ秋とかはさ梨がさあのね旬じゃん。だから梨のゼリーが出とって、それをよく食べとった。梨の果肉が入った普通にコンビニに売られとるやつ。え、なんかそう、え、何？どうした？サクサク。めっちゃおいしいわ。うん、ちゃんと噛める。医師の壁どんどんするふりが好きなんだが変ですかね。変じゃないんじゃない、別に人それぞれ好きなものなんて。みんながいてもとかでしょ。まるでガラスの、やった、間違えた。
ガラスの壁のところな。間違えた。うん、薬塗っとるから今ほっぺベタベタなんよ。皮膚科の薬で。てか草刈りしてる？てかひげ剃ってる？みんなすぐ食べ終わっちゃってどうしよう。もうあと一口ぐらいしかないよ。ちょっとずつ食べてるけど。あと一口いくから。はよい。あまりよくわかんないコメントしてたらブロックしますよ。先ほどの方と同じように。最後の一口。あ、でもちっちゃいやつが。オッケー、最後の一口、これは果肉です。いただきまーす。うん。食べた。ベニ取れちゃう。ごちそうさまでした。としぼうさん、クマのぬいぐるみありがくま。としぼうさん、クマのぬいぐるみありがとう。幸せでしたって。いや、ご飯前だから2個食べるのもすごい迷ったけど、1個やとさすがにちょっと短いかなと思って、時間的にな。だから2個食べた。え？ワイのサトルが五条先生のやつがな、ずっと鏡に挟まっとんの。挟まっとうっていうか挟めとる。ワイのサトルが、あ、ねえ、汚いのがバレたやん。おー、いい、やめてよ配信。配信、この五条先生かっこよくてずっと鏡にはめてるんだ。恥ずかぴー、台の上が汚いのバレちゃった。ドゥドゥドゥ、食べ終わっちゃった。
感なさすぎてびっくり。ちょっとね、お腹がね、満たされたよ、今。満たされた、お腹が。いや、おかわりはもういいや。ご飯入らんくなる。うんとね、何種類あったっけな。この写真見たら 1,2,3,4,5,6 種類、6種類のマンゴーとキウイと、ブルーベリーだけ2種類ずつ入ってる。2種類ってか2個ずつ入ってる。でラ・フランスとサクランボと、なんやこれ、なんやろな、グレープフルーツみたいなあのやつが1個ずつ、真ん中のやつなって感じでした。めちゃめちゃ美味しかったです。まだ全部は食べてないけど、あとブルーベリーとキウイ2つとさくらんぼかが残って、その他はフライングして全部食べちゃった。いやまああれ、やっぱ風邪ひいた時とか、まあ、体調悪くなった時とかってさ、あんまり食欲ないじゃん。でそのコロナワクチン2回目の時もやっぱなんかそういう、なんだ、風邪ひいたよみたいな症状になるって聞いたから、まあ、多分食欲がなかったりしてもやっぱお薬飲まないといけないし、お薬飲むためにはご飯を食べないといけないからね、ゼリーとか大事になってくるから、目が痛い。あ、明日のテスト緊張するな。お風呂入って寝る準備してご飯食べて寝る。こまこまさん、熊のぬいぐるみありがくま。こまこまさん、熊のぬいぐるみありがとう。どうしても無理な時はもう本当に申し訳ないけど、胃が荒れてもいいからお薬飲むけどね、私は。いやこの間から本当に頭痛が止まんないのよ、マジで頭痛い。テストやだ、テストやだ。え、ウォーターサーバーがガンってやった。怖ー。これさ、でも洗濯物さ、多分まだちゃんと乾いてないよな、多分。
ったら明日まで干しとっていいかな。なあ、明日もだって天気晴れやろ。明日まで干しとこうかな。シャッターだけ閉めようかな。え、てかね、今日聞いて怖い夢見たんやって。なんか幽霊とかそういう怖さじゃなくて人間的な怖さ。このな、家にワイが住んどって、当たり前やけど、この家が舞台の怖い夢やったと。だからなんかめっちゃ怖くて、今日起きた時なんか何やったっけな、ちょっと内容あんまり覚えてないんやけど、朝は覚えとったんやけど、もう時間が経って忘れたんやけど、なんかな、男の人にストーカーされとる話やったんや。全く知らん人、しかも、ほんでなんか連絡先を知られとって、まず全然知らん人にな。これ夢の話やから、あの本気にせんでよみんな夢の話なんやけど、まあ、まずさ、もうこの家が舞台なわけね。でまあわい一人でここに座って携帯を見とった。普通にな、あーなんかないかなーみたいな、暇やなーとか思って携帯を見とった。そしたらなんかその全然知らん男の人から LINE が来て、でも内容がどんなんやったかとかは覚えてないんやけど、とにかくなんかこうストーカーみたいな感じの内容やったんや。なんかこう、まああの、まあ例で言ったらいつも見てるよみたいな感じの、めちゃめちゃ怖くなってでなんか今から行くよみたいな感じの内容やったんよ。でえって思ってでもこの人は知らんし、多分俺の家も知らんから、多分脅しとかやろうなって思いよったんよ。夢の中やからな、なんかもう話がさ、なんかとっかひっかになるやん、なんかようわからん、急になんかこうハッピーになったり。そうで、なんかいやまあそんなわけないやろと思って、でもなんかやっぱ怖かったけん、シャッターとか全部閉めて家の中にずっとおったんよ。で最後どうなったかちょっとオチが、オチっていうかもうほんと夢やけオチとかなんもないんやけど、なんかね最後ね多分ね来たいのその人が家まで。そこでバッて目が覚めて、うわ怖い夢見たって思って寝れんくなった。もう二度寝れきんくなったマジ怖かった。しかもこの家が舞台っていうのがめっちゃ怖くない？なんかリアルでさ、マジ怖かった。いや劇場で見たことある人っていうか、なんかもう本当に男の人の正体がまず分かんないの。男の人っていうのは分かってるんだけど、そのなんかファンとかそういうなんか家族とかじゃなくて、本当に正体が分かんないの男の人の。ただ単に私の連絡先を知ってて、なんかストーカーみたいにこうなんだろう、付きまとわれてるじゃないけど、なんかそういう感じの声をずっとされてるって感じだったの、その夢の中でね。いやめっちゃ怖かったあ、戸締まりをちゃんとしとこうっていつもしとるけどさ、たまにこうやっぱここでお昼寝する時とかあるよね。学校から帰ってきて、あちょっと眠いな、お昼ご飯食べた後とかね、 1,2 時間後とかちょっとやっぱ眠くなるわけ。いやちょっと眠いなとか思いながらさ、あのいつもお昼間はねずっと窓をあのカーテン開けてるから、あのたまにこうシャッターを開けた後、上げたとか上げた後に鍵をね忘れてる時があるの、かけるの。でもなんかもう、ね、一回寝っ転がったらさ、あ鍵かけてないやって思うけどさ、あもういいやちょっとめんどくさいからもう寝ようとか思って寝る時とかあるよねなんかちょっと いくらそのセキュリティもちゃんとしとるし、人が入ってこれんとはいえ、なんかちょっと怖いなと思って今日の夢を見て、多分ねおじいちゃんとかプーくんがちゃんと
しとかんなよって、しっかりせなよって警告をしてくれたんかなって思って、ちょっと今後も気をつけようって思いました。いつもちゃんと戸締まりとかもね、あの確認してから寝るんだけど、たまにそういう時があるからね。でもちゃんとあの玄関は絶対閉めてる、チェーンも。うん、怖い夢を見た。かゆい。もうネリ食べたからやることなくなった。一瞬で食べ終わっちゃったゼリー。何の音？上の人の音かな。なんかカーテンのあのシャッって音あるやん、あれが。マジでかゆい。書いたらいかんって分かっとるけど、かゆすぎて無理。ばや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 ば。シャッターを早く閉めたいな。だーい、時間。そう、つい触っちゃうのよね。めちゃめちゃかゆい、もう無理。はいはい、へいへい。ババババ。マジでね、触るなって言われても難しいぐらい痒い。もうな、髪の毛がさ擦れるぐらい、あ、擦れただけでめっちゃ痒いんよ。やめてって、もう。めっちゃ明るくない？ 1,2,3,4,5,6,7。 でもなんかちっちゃいのがいっぱいここら辺にね、ポポポポポって。なんか触ったらザラザラするもん、ここら辺。知らぬ間にストレスが溜まってる。
かよ。もう祝日は終わり。悲しいですね。こっから忙しくなるぞ。9月が終わったら忙しくなるぞ、絶対。ストレス解消したいんだけどね。このストレスを解消して、この肌荒れをどうにか治したいんだけどね。だってめっちゃ荒れてるじゃない。こんな、だってここまで荒れるの初めてやよ。しかも全然治んないっていうの。なんか今までさ、まあこういうね、ちょっと季節の変わり目にこう肌が荒れるっていうか、こう痒くてさ、ちょっとプツプツしたものができるのはよくあるんよな、季節の変わり目は特に。でもなんか、まあ皮膚科の薬とか塗ったら大抵は治ってきたんやけど、今回全然治らん。マスクつけた方がいいんかな、逆に寝るとき。でもそれはそれでね、なんかこう擦れてね、悪化しちゃいそうな気がして、あれなんやけど。だからマスクつけないで寝てるのにさ、全然治んないからさ、助けてって感じ。かゆいね、こっちが。かゆい。保湿機能のマスクとかあるん？喉のじゃなくて？うん。口内炎がめっちゃ痛い。口内も痛いし、あくびするたんびに親知らず抜いたとこがね、痛むな。え、痛い。ここの裏にできとるのちっちゃいやつも口内炎。噛んでしまったんかな、無意識に。ボロボロなの。どうしてそんな。肌も荒れとるし、口内は痛いし、親知らず抜いたとこも痛いし、髪の毛はボソボソやし、いいことな、なーもいいことがない。うん、親知らずはやっぱ長引くと思うよ。だって短くて1ヶ月で穴が塞がる人もおれば、長くて半年、あのこっちのな、抜いた場所の穴が塞がる人もおる。人それぞれの治癒力による。まあでも若いからさ、まだ治癒力はまだ衰えてないと思うんだ。あう、うん、長くて半年って言ってた、あの歯医者の先生が。
美容室にも行きたいし、もうなんか行きたいところがありすぎて無理。でもね、私ね、なんであれなのかっていうと、休みの日に行きたがらないからだと思う。休みの日って私本当に外に出たくないのよ、極力。マジで本当に外に出たくないの。だから予定も自分からあんまり入れないし、そう、なんか人とねご飯行くとかいう用事ができとるなら全然行くんやけど、なんか一人で買い物とかは絶対行かない。めんどくさいってなる。歩くのも疲れるし、本当に女？私性格は男すぎてびっくり。そうそうそう、出たついでとかに行く分には全然問題ないんやけどさ、だから学校帰りとかね、学校帰りにあこれ買いに行こうかなとかは思ったりはするけど、わざわざその休みの日に外に出るっていうのがとってもとっても面倒くさくて嫌なんですよね。もうどうしても今すぐ必要、今日これが必要とかなったらいかんといかんけど、まあでも移動手段がさ、まあ、交通機関とかしかないからだろうね。電車とかバスとか、その免許とか持ってたらさ、自分の車で行こうと思えばどこにでも行けるじゃん。ちょっと買い物に行くのにも別に苦労はしないし、暑くないし車の中。自分で今行こうと思ったらチャリもないし、自転車ね、自転車もないし、歩いて行くか本当電車でなんかその行かんといかんから、電車バスめんどくさいなーってなっちゃうんだよね。しかも昼間暑いしね、まだ全然30度超えてるから、早く涼しくなってほしい、過ごしやすくなってほしい。え、秋って過ごしやすくなるのって何月？10月ぐらいから？もう9月もう後半に入り始めとるけど、え、てかもう後半やけど急にめちゃめちゃ喋る。全然汗かく、普通に。今はもうまだなんか他のさ県の人とかはさ、結構なんか涼しくなってきたとかさ、過ごしやすくなってきたみたいななんか言っとったけど、え、全然やよ、暑いよ。まあ福岡ってね、西なんて言ったらいい、東京とかよりかはさ日が暮れるの遅いし、まあ多分東京とかよりも全然あったかいと思うんだよ、その季節の変わり目というか。だから早く涼しくなってほしいなって思ってる。え、めっちゃ真っ暗やん、終わろうかな。え、日陰は全然涼しくないよ、日陰も全然暑い。うわ、やだなーってなる、いつも。まあ、日傘さしてるから基本さ日向に出ることあんまないんだけど、
やっぱ暑いのって嫌だよね。照り返しがね、まだね。じゃあ暑いので、でも明日行けばまた休みだから、世間的には。人によっては休みじゃないかもしんないけど、世間的にはお休みだから。頑張りましょう皆さん。ああ本当にテストやな。緊張するわ。この間のテストはでも楽しかったな。明日は緊張するでも楽しんでいこう。頑張るわ。どういう感じでやるのかがすごい分かんないから不安だけど、怖いよ。いや、なんかこういうことするよっていうのは知ってるけど、どういう感じでやるのかが全然わかんないから不安なの。人によってっていうか先生によってやり方が違うから全然。宮直さん、熊のぬいぐるみありがくま。宮直さん、熊のぬいぐるみありがとう。ここだけ見たらさ、私が急に泣き出したみたいな感じになるくらい、あくびしただけなんだけど。なんであくびするとさ、あ、涙って出るんだろうね。お昼寝してないから眠たい。え、本当にこうなりたい。マジお薬買っとけばよかった。まあまあ、もうそろそろ終わっちゃうんですけど明日はなんもない。ただ、まつげパーマとワクチン接種が終わった後にあると。まつげパーマ27でもよかったな。え、どうしよう、27にしよっかな。27、あー迷いどころ。でも明日なくしたところでな、特にないんだよな、予定がね。
予約は今日の23時59分まで帰れるんだけど、いや、いいや、今日行っとかんと。あ、でもどうしよう、心臓の方の病院、心臓じゃないや、あっちの方が先に行った方がいいのだろうか。結局土日が、まあ、どうなるか分かんないからね。もうワクチンの副反応でダウンしてるかもしんないし、ずっと「おーい!」ってなってるかもしんない。いや本当はね、実家に帰った方が一番安全ではあるんだろうけどさ、土日やし。でまあ別に副反応が出なかったら出なかったでさ、帰ってくればいいだけだから、日曜日のいつでもね。どうしよっかなーって迷ってるところではある。あーや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 ー、まあでもね、うん、ちょんまげ。なんかその食欲もないのにさ、なんかこういろいろ作ってもらうのも申し訳ない。なんか入ってる。2本に分かれる。あれ、あ、いいじゃない。そう、ちはね、ムーちゃんに早く会いたいの。ムーに、無理に会いたいの。むっちゃんに会いたくてね。明日が、今のところないよね。24、25、26やろ。うん、こっからは行かなくていい期間だから。お、うわー、え。10月の予定を今見た。なるほど。お、しばらく会えてない。むーちゃん会いたいよ。まあ、とりあえず明日ドキドキしながらまたワクチンを打ちたいと思います。もう本当に嫌なんだよね、あの、いや、まあでもそんなに痛くはなかったけどね、思いのほか、思ったよりも全然痛くなかったんだけど、なんかまた注射かーって感じ。最近採血したばっかりし、採血が痛すぎてな、なんかまた注射が怖くなった。元々そんな好きじゃないんやけどさ、むしろ嫌いな方だったんだけどさ、
でもインフルエンザのワクチンよりかは全然痛くないからすぐ終わるって思えば大丈夫。わあドキドキ。2回目ちょっと怖いよね。なんかやっぱ副反応が強く出るって言われてるからさ、2回目が怖いわ。やだよ熱出るのきついもん。目の前グワングワになるし、高すぎるとな、マジ立ってられん。わいが階段から転げ落ちたら誰か助けて。ダイイングメッセージしとくな、インスタのストーリーに。誰か助けて。何事って感じやな。なんかね、採血上手な方ではあったと思うんだけど、やっぱこう抜く時、その4本目、1本目が終わってさ、抜く時にさ、こうやっぱちょっと反動でグンってなるやん。そんなになんか強くはならんけど、こうちょっとプンってなる時にやっぱ針もちょっと動いちゃうから、いっ、もう一回いっってなる。ちょっと痛いのよ。こう付け替える時と、そのそれを付け替えた時のこうセットする時もなんかちょっとやっぱ刺さったまんまやるから、それを痛いなってた、ずっと。でも愛は自分の体の中に針がもう刺さってるっていうところを見るともう、ああダメだってなっちゃうから、もうずっと見てなかった。こうやってもうずっとこうして変な方向向いとって、で目の前にさ、なんかそのいっぱいこう針があったりとか、その消毒のな、ああいうこうあるやん、いたコットンとかが置いてあってな、そこに毎回その自分の抜かれた血が置かれていくわけよ。わ、血や、私の血やとか思って、キモって思っとった。真っ赤っかなやもんだって。う、絶対見切らん、針が刺さるとこ怖いもん。なんかうわ、そんな針が刺さるんですかって思うのが怖い。採血されるのは本当に、あの私さ、あのなんだっけな、なんだっけな、咳が止まんない時だっけな、なんか咳が、あのコロナが流行りだしたぐらいの時に咳が止まらんくなって、やばいやろ。だからさ、なんかそのなんか世間の目的にもさ、なんかうわ、あいつ咳してるわ、コロナかもしれんとか思われたら嫌やったから、あの実家にな住んどる時に近くの病院に行っとったんよ。そこでね、初めて採血というものをされてね、めっちゃ怖かったんやけど、そこはな、看護師さん上手やったからな、そんなに痛みは感じんかったんや。うわ、初めて血抜かれたわって思ってたんやけど。採血マジ怖い。だから極力病院に行きたくないん、ほんと。はい、じゃあ採血しますねって言われたら、こんな感じよマジで。ん？で一回ちょっと考えて覚悟を決めてから、はい。怖いんやもんだって。本当にね、痛いものとかがね苦手なんですよ。痛みに弱い私は、特に。誰でもそうやんってなるかもしれんけど、あ、本当にそういうことじゃなくて、輪ゴムでさえ怖いから。輪ゴムはあのさ、弁当とかにさよくついとるやん、こうもう本当に今にもはち切れそうな輪ゴムがさ、あれね素手で取るの嫌なんだよ私。だからまあ冬場とかはさ長袖着てるから
つもこう袖をなくあのなんていうのなんでなんていうんだっけあれの燃え袖みたいなにしてあの布こうやってこうしてからな布でここで輪ゴム挟んでピッてしたら手にバチンってきても全然痛くないやん。輪ゴム苦手ない。あ、明日の準備をしないといけない。そんな今考えたような取ってつけたようなセリフってみたいに思うやろ。明日の用意を全然してなかった私。テストなのに。時間制限があるからね。その時間に合わせんといかんの。これ今後流行る部屋です。角部屋最先端のヘアアレンジとなっております。やってみて。明日からうまくいったらこう綺麗にできるよ。今日はでもちょっと2本あ見てウルトラマンみたいじゃない。ということで今日はこの辺で終わります。明日は配信できると思うけど明後日以降はちょっと分かりません。体調によります。明日はワクチン打った当日だからまだ大丈夫だと思う。ただあーみんな腕が痛いよとか言っとるかもしれん。よいしょ、よいしょ。はい、なんで明日まではちゃんとあのできると思います。5時だから4時半5時早ければ6時にはできるかもしれんけど多分過ぎると思う。6時半ぐらいかな明日の配信は。うん、6時半にできたらいいなーって感じです。その時間って結構帰宅ラッシュの時間だから、まあ、ワンチャン人が多いからもっと遅くなる可能性もなきにしもあらずって感じ。すごい生えた角が。ポカリと水溜りシートはある。ポカリぐらいかでも買うの。ぐらいだと思うんだよね。え、副反応の時に飲む薬ってさもらえないのかな。わい、こないだ1回目の時ももらったよ一応お薬。あのまあ2回ぐらいしかなかったけど、2回っていうか2日分ぐらいしかなかったけど、でも解熱剤というより
か、まあ、頭痛薬イブがある万能か、ね、あ、でもこれ、あ、うん、発熱時の解熱いけるよ。でもね、もらえたとしても多分ほんとね2日分ぐらいとかだと思うんだよ。それでも大丈夫そう。イブ万能。ロキソニンってさ売っとらんよな薬局に。あ、薬剤師さんのいる薬局だけだよ。いくらぐらいすんのロキソニンって。もう痛い。なんか長い毛出てきた。髪の毛抜けた？あ、なんかサイズによっても違うんだ。まあ、なんかもらえなさそうだったら自分で追加で買ってきてもいいし。でも多分イブでも解熱剤の効果あるから、まあでもちょっともう少なくなってきたから新しいの買わないとだけど、もしあれだったらお薬を追加で買ってこないといけない。覚えとかんと絶対忘れる。はい、ということでじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました、皆さん。本当に肌荒れやばい。なんでこんな荒れてんだろう。やばいでしょ。かゆいのね。こっちが特にやばい。ここが。ここ。もうザラザラよ。ポツポツポツってなってる。ではランキングを見たいと思います。13位立花隼人さん、12位ウォチャンネルさん、11位ミャオイさん、10位ツイテルさん、9位中野のケンジさん、8位スズトモタンタンさん、7位トッシンさん、6位コマコマさん、5位カミさん、4位ミヤナオさん、3位セリ様さん、2位トシボーさん、そして1位がホエイさんでした。ありがとう。その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さんもありがとうございました。あ、危ない、ワクチンの予診票絶対忘れるとこだった今。あっぶなーい、危な、それ見てなかった、私多分忘れてっとるわ。あ、そうや、これ書いていかないかんかった。しかもこれも持っていかないかね、確か。危なっ、ありがとう。あ、マジで危なかった、受けれないとこだったこれ書かないかんかった。危ない危ない。
あとは明日いるもんはない、大丈夫、これがあればとりあえずワクチンは受けられるよな。うん、はい、ということで、ありがとうございました皆さん。明日一日頑張ったら土日とお休みやるね。ごめん、めっちゃ首出る。はい、保険証は大丈夫、いつもカバンの中入れとるから。はい、なので、明日も一日頑張っていきましょう。ワイもテスト頑張ってくる明日。では皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。